アメリカ・テキサス州で暮らすルイスさんは、5年前に自治体が運営するオースティン動物センターから2歳になるオスのピットブルを引き取りました。センターを訪れた時にはピットブルを引き取るつもりはなかったそうです。しかしボランティアさんが庭を散歩させている姿を見た瞬間、ルイスさんは彼に一目惚れしてしまったのです。タイタスと名付けられたピットブルは、それからの5年間というもの、ルイスさんと深い絆で結ばれ、切っても切れないほどの深い絆と信頼関係を築きました。ルイスさんはタイタスがいない人生など想像だにしたことはありません。ルイスさんにとってタイタスは大きな子供であり、自分の一部だと感じていました。ところがそんなある日、二人の幸せな関係を引き裂くような出来事が起きます。彼の住んでいたアパートのオーナーから、今後このアパートでは犬を飼えないことにしたという通達が来たのです。仮に犬を手放さない場合は強制的に部屋から追い出されることを知ったルイスさんは、急いで別の家を探す必要に迫られていました。しかしピットブルが飼える別の家を探すのには時間がかかります。探している間、タイタスを預かってくれる知り合いもいなかったので、ルイスさんは途方に暮れてしまいます。そして出した結論は、5年前に引き取ったオースティン動物センターにタイタスを一時的に預かってもらうことでした。ピットブルが敬遠されるアメリカで引っ越し先を探すことは、私たちが想像する以上に大変なことなのかもしれません。ルイスさんは大切なタイタスと別れなければいけない理由をシェルターのスタッフに説明しましたが、誰もがにわかには信じることはできませんでした。多くの飼い主が何らかの理由を見つけて、私たちは犬を飼うことができなくなったんです、必ず迎えに来ますと言い残すものの、再び飼い主が来ることはめったにないことを知っていたからです。しかしルイスさんとタイタスの関係は違いました。二人が別れる様子は見ているのが悲痛なほどで、スタッフは思わず涙をこぼします。ルイスさんが帰った後のタイタスはベッドの上で悲しみに耐えていたといいます。ルイスさんはタイタスとの暮らしを取り戻すために必死に新たな家を探し続けました。その間もタイタスのいるシェルターを頻繁に訪れては、タイタスを強く抱きしめました。ルイスさんとの時間を過ごしている間のタイタスは本当に幸せそうでしたが、ルイスさんが帰る時には再び深い悲しみが訪れます。スタッフたちにとってもそれはとても辛い光景でした。スタッフたちをも涙させるほどの日々が4ヶ月も続き、とうとうその日が来ました。タイタスを庭で遊ばせることができる家が見つかったのです。ルイスさんとタイタスはいつも以上に抱擁し、何度も何度も安堵のキスを交わしました。その日の感動的な瞬間はスタッフ全員の心を打ち抜き、誰もが涙したそうです。避けられない事情により愛犬と離れ離れになった飼い主の真の愛がそこにあったのです。ルイスさんはシェルターでずっとタイタスを見守ってきてくれたスタッフたちに感謝を告げ、二人は仲睦まじくシェルターを後にしました。シェルターのフェイスブックでこの話が公開されると、次々と再会を祝福する声が寄せられました。中には、家族である犬との暮らしを許さないオーナーは恥知らずだ、ピットブルへの誤った認識や人種差別をなくすべきだといった根本的解決を望む声もありました。そうした辛い出来事を乗り越えてでも、
約束通りに愛犬を迎えに来たルイスさんを尊敬します。つまらない差別によって二度と二人が引き離されないことを願ってやみません。ルイスさんにとってもタイタスと離れて暮らすことは辛かったと思います。しかし二人が安心して暮らせる家が見つかり、再び一緒に暮らせることができて本当に良かったです。これからも二人の深い絆と信頼関係を深めて幸せに暮らしてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。